こんにちは、トール様治療隊です。今回は加藤から発売された87分の1スケールパンダファミリーを紹介します。裏はこんな感じで可愛らしい説明が書いてあります。早速開封していきたいと思います。こちらの商品をずっと探していたのでつい買ってしまいました。動物好きなのでたまらないです。こちらのイラストもとても可愛いですね。ひっくり返せばよかったです。では一匹ずつ見ていきましょう。子供パンダはとても小さいです。こちらは寝転んでいます。四足歩行のパンダです。笹を食べているパンダです。子連れパンダです。お座りパンダです。小さいパンダは N スケールの人形ととても合います。ちなみに大きなパンダを横に並べるとこんなに差があります。とても可愛らしく動物園ジオラマにも使えると思うので気になった人はぜひ買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。